よし、やっていきましょうか。殺人鬼の街、5つ目ですね。大勢が死に、大勢は死に、大勢が殺し、先輩は死んだなぜ先輩が出てくる急に。さあやっていこう。大勢が死に、大勢は死に、大勢が殺し、大勢が死に、町の人々大勢が死に、お町の人々大勢は死に、大勢が殺し、あれ町の人々大勢が殺し、ちょ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 、先輩は死んだ、関係 あるんじゃないの。ちょっと待って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 、まさかそれはないと思うけど。わあ、判定回数がこんなくだらないことで先輩の意思、死んだっていうところがな、先輩の意思、上の指示、逆らうことができる、脅迫、脅迫されていた、あ、でもなんか全てを諦めた、先輩刑事は諦めた、あれ目もないの、なんだこれ、なんだこれ、これ何、急になんだ、諦めた刑事、町の人々は死んだ、なんで、町の人々は死んだ、町の人々が殺した、町の人々が、アイドルのライブ会場でアイドル、スタッフ、客を含めた集団自殺、スクランブル交差点に大型トラックが突っ込み20人超を巻き込む事故、修学旅行の宿泊施設にてクラス全員で手をつないでの飛び降り自殺、歩道橋の上ですれ違った人を地面に落としていく殺人未遂、時間が経ち短くなったタバコが先輩の指を焦がそうとしていたが、当の本人は気にも留めずに街を眺めていた、もうどこから追えばいいのか分からなくなってきちまった、全てがおかしく見える、俺は疲れた、もう寝ることにするよ、先輩は振り子のように大きく体を前へ揺らし夜の街に眠りに落ちた。おい諦めんなよ推理もクソもなかったわ、なんだよそれ。全く推理してねえぞ。男は大勢の死を見て男たちを殺し、人々を殺し、自分を殺した最終的に死ぬの多すぎなんだよ。大勢の死を見て、衝撃を受けた、喜んだ、これ性格わかるよなこの時点で、男は嬉しかった、衝撃を受けた、こういうね、だいたい他に選択肢があるやつが正解なんだよね、これね。選択肢選んでその後に選択肢が出てくるやつがだいたい正解ルートだっていうのはさすがに気づく。大勢の死を見て、現場にいて、テレビ、テレビか現場っぽいけどね、テレビ違う、その目で見た、じゃあ現場だな、あーどこだろう、大勢の死がある場所、自宅はない、職場か宿泊施設、ライブ会場、なんかさっきライブ会場の話あったな、ライブ会場じゃない、ライブ会場で大勢の死体を見た、違う、さっきの話関係ない、男は毎日のように通っていてその日も行くことが決まっていた、はいはい職場ね、職場、会社、施設、工場、
あー No。 死体は小さかった。え、考える。衝撃を受けた。現場にいて、職場、小さかった。施設、個人、個人院でたくさんの死体を見た。お前先生か。じゃあ、いや、わかんないな。男はってくくられるとわかんないな。そこに通っていた普通の男の子って可能性もあるからな。男たちを殺し、他殺なんだよなこれ多分な。もうこの時点で考える。男たちは一般人。ん？待って、男は男が殺したってことなんだ。男たちは悪人。自己満足、利益。自己満足、復讐的な。そう、個人の子供を殺したことに対する自己満足のため。違う、正義感から男たちを殺した。はいはい。じゃあなんか着いたらもう個人にたくさん死体があったってわけじゃなくて、その現場にいて犯人たちがいた、で自己防衛っていうか子供たちを守るために、んーと違うぞ。家族、いや言ってみりゃ家族か。襲撃者たちを殺した。人々を殺し、ここなんだよな。人々、警告のため、情報操作。人々がどこに含まれるかってことなんだよな。警告のため、いや違う絶対違う。守るため、財産、利益のため。違うな。情報操作、うーん、襲撃犯が何者なのかっていうね。個人でたくさんの死体を見た、襲撃者たちを殺した、人々を殺し、この人々が誰か、守るため、ここも家族を守るために、ここもそうか。やっぱ繰り返していたが、人々を、襲撃者たちを殺した、繰り返していたが自分を殺した。疲れた。いやもうこのもうこのなんとなくってのやめようぜ。もう恐怖、気づいたから、痛かったから、見せたかった。正義感、自己犠牲、恐怖、気づいたから。何に、名前、性別、立場。8分の8か。うん、痛かったか苦痛から逃れるため。うん、でも一応なんか通るんだよな一応ね。まあ違うな。普通を感じていたとして、それは精神的なものだろう。考える。今日気づいたから、名前、男自身の問題に気づいてしまった。
んでいた反対だった。違うのか、なんか俺さ反対だった、立場が反対だった。これだけ見るとさ、孤児院でたくさんの子供たちを殺した犯人と相対していて、襲撃者たちを殺したっていう風に見えるけど、お前が殺したんじゃないのか。最後に殺人鬼は自分を殺した。だよな。メモ回収もこき引き継がれんのかよ。一応セーブね。まあでも分かったよ。全員死んだ。ここは当てずっぽうだよな、正直。違う。保護した。逃した。逃げられた。最初の段階なんだよ。孤児院でたくさんの死体を見た。逃げられた、逃げられた、違う。これ絶対ここなんだよな。他に選択肢があるって言ってね、絶対ここなんだよな。保護した、逃がした、逃げられた、捕まえた。ちょっとここは当てずっぽうでいきます。全員ではない、女の子。保護した、保護した、生き残りの女の子を保護した。なんで？襲撃者たちっていうのは多分その殺人鬼を捕らえようとしていた人たちなんだよね。人々っていうのは、まあ、つまり善人、なんだろう、警察かなんかかな。で最終的に、でもなん精神異常者か。ちょっと待って、わかんないな。なんだろう、でも最終的に自らの行いに対して気づいたというか、罪悪感的なものがあったから自殺したってことなんじゃないの。ちょっとわかんないな、これは。でもなんか今までと違って、なんとなくちょっと情景が浮かぶというか、わかりやすいよね。鬼にされた男。その町は殺人鬼の、住処だと言われていた。奴について知らぬ者は などいない。昔から虐殺を繰り返してきた有名な殺人鬼。ある男はその町で唯一の孤児院に訪れる。見慣れた扉を開いた先で迎え入れたのは、むせ返るほどの濃い鉄の香りとたくさんの死体。一目で殺人鬼によるものだと男は理解した。男が吐き気を抑えながら中に入り、目を凝らすと小さな影が一つぼんやりと浮かび上がる。男が孤児院でよく見かけた少女だった。放心状態のまま一人佇む少女を男は保護し、そのまま養子として迎え入れる。名をつけ、服を着せ、学校に通わせ、まるで本当の娘のように扱った。外から隔離されたこの町は、中の人間を簡単に出してはくれない。多額の金を払い、審査を通し、長期間にわたる手続きをパスして初めて出ることができる巨大な監獄だった。日に日に治安が悪化していく町で、地獄を生き抜くためには男が学ばなければならなかった。パパ、あの人たちは誰？期待をするな。知らない人が来たの。他人は優しくない。怖い、パパ助けて。守るためには手段を選んでいられない。自分に言い聞かせるように。男は武器を振り下ろす。頭から血が噴き出しても相手の手が引かない限り振り続けた。パパ。奴の手の先には大事な家族がいる。孤児院の光景を思い出し、
男は心を鬼にした。パパ、パパ、また怖い人たちが来たの。お願いパパ、私を守って。日々を生き抜くうちに男が気がついた。赤く濡れた床板に目の前の人が伸ばした手の先、誰もいないこと、鏡に映る己の姿、手も足も胸も顔も真っ赤に染まったその姿は、再び蘇る孤児院の光景。恐怖を感じた男はそれ以上考えるのをやめた。これ分かりやすかったんじゃないの？結構おっと、これで終わりか。 1,2,3,4,5,6 やめる。相手の名前を言い当てる。何も言わない。どういうこと？誰だお前どうした女の子。神楽応援です。神楽ちょっと待って、どっちでもいいだろうよ。一個開けろってこと？神楽応悦だもんね。応悦あぐら本を参考にした洗脳されて少数なんかね、いろいろとなんか本が関係してっから推理できるの？これで推理できるの？
本線コホコみたいな。何わかんないわ。補正コホコ。おい、わかんねえ。いや、でも推理はできるはずなんでね、多分ね。え、全部、ん？同じ町、同じ世界線、同じせ、ん？同じ場所で起きたことなの？いや、まあどれもこれも頭おかしいから、なんか全部同じところで起きたかっていう。ちょっと待って、殺人鬼ファンクラブ聖地でオフ会。一つである孤児院。やっぱつながってるわ。でもね、なんか孤児院であったんだもんね、最後の鬼になったって。つまり殺人鬼になった男なんだよな。困り果てていた。わあ、これちょっと推理したいな、ちゃんとな。ここはかの有名な殺人鬼が住む町。洗脳なんだよな。で、殺人板の神。あれ待って、洗脳できるのってこいつだっけ。待って、手をかざさなくても人を殺めることができる。書いた文章を人に読ませ。読ませるなんだよね。待って、相手の感情、行動に影響を与える。書けを一冊の本。こいつもなんか本なんだよね。本に影響されてなんで、ね、人を操る力。男は神と呼ばれ、崇め称えられる存在になる。でもさ、電話で言ったんだよね。言葉で、待って、殺人板の神は文章で人を操るんだよね。じゃあ殺人鬼ファンクラブではない。こいつが鬼にされた男が、その殺人鬼ファンクラブが崇める殺人鬼なんだよ。で、その、なんだっけ、死んだ、いや、違うの、待って、DV 家族。こいつもね、本参考にしたんだよね。父は動かなくなっていた。
あとこれなんだよな、タイムカプセル、これが一番よくわかんない。諦めた刑事っていうのはこれの、待って、何があったって言ってたっけ。諦めた刑事、町の人々は死んだ、殺した、集団自殺、これ多分洗脳だよね。大阪で大型トラック突っ込み二人着巻き込む事故、飛び降り自殺、ちょっと待って、タイムカプセルもう一回見さして。タイムカプセル、殺してから殺された、これも洗脳じゃ。でもやっぱつながりはあるな。でもあるけど結局のところ、そのさ、この相手の名前を言い当てる、どうやって言い当てんだ。でもやっぱヒントは出てんだよな。で最終的に殺人鬼の話になると、多分この少女じゃないの、この椅子に座ってんのは。お前が洗脳したのか。殺人鬼は洗脳されてた。これカグラ、オグラ、ちょっと待って、カグラ、あ、違うね、神楽応援図、
大越秋。ちょっと待って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 。でも名前に当てられるのってこの辺しかないんだよ。大越秋。これは自分で解決したい。これ1個開けんの？これ1個開けんの？これ開けないのか。大越秋神楽。これ合ってんのか。そのまま入力でいいのか。完全に無駄だったわ。お前か。暴いてやるよ。これが本名か。いや、大越で間違ってたんだから、これは本名じゃないの。最初が途中で改名した。いや、大丈夫大丈夫。ピースは揃ってる。ピースは揃ってる。大丈夫だ大丈夫だ。考えろ。自分で名付けた。欲しいのどこから。もう個人の男からもらったのは下の名前である。だよね、秋って言ってたもんね。考える。シスターって誰だよ。小説家。ちょっと待って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 。小説家。いや待って、先に洗脳。相手専門的。いや、本人出せるぐらいだから望んでできんじゃないの。ヒント見よう。洗脳の発信機は間違いなく彼女である。うん、そうなんだよね。それはわかる。意識、無意識。教わった。勝手に覚えた。この子にそれを教えた人物がいるってこと？いや、欲しいの男ではない。それは絶対に違う。友達が教えてくれた。そんな気軽に教えてくれる友達がいてたまるかよ。待って、小説。シスターってどっから出てきたんだ。シスターって誰だよ。研究のため、復讐のため。くそ、待って待って、判定回数が少なすぎる。ダメだ、ちょっと待って、上からやるしかない。ちょっとダメだ。小説家、小説家になった。いやでもここまでの過程がないとやっぱ解けないよね。彼女の名字は今も使われているものである。誰からもらった。なんかそれっぽいの多いな。記憶なかった。自分を捨てるため。
なんかそれっぽくない？どう？違うか。名字は誰かに与えられたものである。自分ではないじゃ。本名、途中で改名。シスター、誰だよシスターって。シスターじゃない。所持していたメモにカグラという人物がいたはずだ。え？小説家か。彼は生きている。彼は消えた。彼は死んでいる。え、そこまでわかるの？殺した、殺された、自殺した。なんか自殺じゃないの？もうなんか最終的に自分を殺すってやつ多すぎなんだよ。自殺じゃないの？彼は自殺した。違う。現役。大前提、まず生きてる。本名、途中から改名。小説家からもらった。彼は生きている。イエス、やっと一個だよ。小説家の容姿。うわー、ちょっとむずい。洗脳、4分の4か。メモはないね。洗脳、ヒント、考えろ。無意識、望んだ相手を洗脳できる。でも4回でこれ教わった。まあでも真っ先に潰すべきなのは小説家だよね。だって小説家からもらって、よ、小説家の容姿でしょ。研究のため、復讐のため。研究のためっぽいけどな。実験台にした。違う。彼女は教わってはいない。え、教わってねえの？じゃあ意識、無意識、勝手に覚えた。うん、テレビ、小説家の本で勝手に覚えた。犯罪心理学を読み、専門覚えた。違う。教わってはいない。え、でも本から見れたら教わるって言わないから合ってるよね。え、待って。無意識。勝手に覚えた。環境。え、ちょっと待って待って待って。脳だよね。より厄介な。わかんない、待って。くそ。え、教わっ、テレビで見たり本で見るのって教わるのうちに入るの？ちょっと待って待って、そこは国語のお勉強の国語の時間になっちゃうんですが、そこはまあいいや。ここはまあスラスラといきましょう。彼は来てる。イエス、オッケー。これ最後一回入れようか。洗脳、考える、無意識、勝手に覚えた、環境、環境から学んだ、幼少期に身についた、もう先天的に持ってるってことでいいんだよね。で、無意識のうちに。小説家、これは養子に迎えたその小説家の話なんだよ。友人とよく会った、よく一人でいた。友人、ちょっと待って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 。彼は顔が広く、よく友人と会っていたとの記録がある。その友人たちはほとんどが死んでいる。本と関係がある。洗脳に関するもの、小説家の本は本、洗脳に関する、ここなんだよね。こ
健康広病院と会っていた幹事をやっていたってことなんだよね。でその友人たちはほとんどが死んでいる。本当関係がある。友人とよく会った、古い友人。どういう性格かなんだよな、どういう性格かなんだよな。知名度の確認、違う。気分転換、知的好奇心、看病、看病。違う。中にはそういう人間もいたらしいが、小説家の目的は見舞いや看病ではない。フェイクか。じゃあ絶対古い友人、日本の看病だね。看病は潰れた。気分転換、知名度の確認、知的好奇心、実験、洗脳。一番しっくりくるよな。父親は洗脳実験をしている。本、若者は最近まで別のジャンルで活動していたはずだった。本のテーマからは想像もできないほど具体的なデータがまとめられている。ん？違うか。著者は、若者じゃねえ。著者は最近まで別のジャンルで活動していたはずだった。本のテーマから想像もできないほど具体的なデータがまとめられている。これはその、毎度毎度出てきた本ってことでいいんだよね。参考にされたこの本の話なんだよな。推理小説、待って、執筆は最近。最近急なジャンル変更、急なジャンル変更、自分の経験、人の経験、過去の記憶。わあ、ちょっと難しい。人の経験、殺人鬼、違う。その経験を交えているのがほとんどは自分で調べたデータである。難しい。やっぱ最後というだけあって難しい。自分、最後の傍聴記録、いや違う。犯罪心理、小説家は急に己の研究をまとめた本を書いた。なんで急に書いたんだ。洗脳実験をして幼少期に見つけた。ちょっと待って、この子は誰だっけ。秋はその小説家の容姿でも身につけたのものは環境、つまりまあ元から自分に備わってたようなもんと。決して小説家から学んだわけではない。で一方でその小説家の父親は洗脳実験をしてる。で急に小説家は執筆ジャンルを変えた。秋に洗脳されたのか。秋と名付けた人物は本当の親ではなかった。彼女は特殊な環境下で生きていた。彼女は一体誰の娘だ。誰の娘かっていうの当てんの。
いや、偽名ではないだろう。だってあれでしょ、与えられた名前だから、その殺人鬼に本名、途中から改名、いや最初からじゃないの。生まれてすぐ、生まれてすぐ違う、孤児院であったんだよね、小説、違う待って、混同すんだ、その殺人鬼、ちょっと待って待って違う、専門実況しろ、ちょっと待って待って、こっちになってきた、待って、孤児、保護した女の子にアキと名付けた、小説家の方は専門に関する、専門された、ちょっと待って、俺別と考えてたけどさ、小説家イコールその殺人鬼なの？あれ？ちょっと待って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 、いや違うんだよね、小説家現役なんだよね、最終的に。だってその殺人鬼は命絶ったんだもんね、個人で。じゃあ別だよね、そこは。小説家イコール殺人鬼ではないんだよな、その個人にいた。って考えると、アキユって名前は本名だけども途中で改名した、名付けたのは自分じゃない他人。ちょっと待って、少女、待って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 、殺人鬼ってもしかして自分の父親なの？でも保護したって言ってたんだよね。待って、殺人鬼イコール自分の父親説、ちょっと、ああ待って、違う、さすがに違う、他人、新聞記者、シスター、でもシスターってどっから出てきたんだよ。名付けたのは僕、最初の親は最初の親って何？最初の親っていうのは殺人鬼の子でね、は高い一般人、ごく普通の両親だった。違うよね、彼女の能力を目覚めさせたことと深く関係している。じゃあ普通じゃねえ。じゃあ普通じゃねえ。先天的ではねえのか、じゃあ。環境、何かしらの環境、考えろ。途中で解明。名付けたのは、生き別れた。捨てられた、売られたじゃねえ。売られた。逃げてきた。やむを得ず、売られた、彼女は親に売られた、なんか一番しっくりきそうだけど違う、最初の親は死んでいる、受けたの本当の親ではなかった、違う、最初の親じゃない、最初の親は、
待って、最初の親はって表現がわかんねえ。産んだ親じゃ ないよね、この場合って。最初の親も殺人鬼だった。待って、わかんなくなってきた。待って。メモはない。待って、わかんない。頭が整理できてない。まあでもいいや。さすがにちょっと真相をそろそろ明らかにしよう。ごめんなさい、ちょっと時間かかって。難しかった。行こう。パパはどこにいる？知っているか？イエス。出かけているのか？ノー。まだ建物の中にいるのか？イエス。近くにいるのか？イエス。どの部屋か知っているか？イエス。この部屋にいるのか？イエス。君のそばにいる。イエス。後ろにいる。イエス。君の。の。自分の。イエス。殺人鬼の娘。その町では殺人鬼の住処だと言われていた。奴について知らぬ者などいない。昔から虐殺を繰り返してきた有名な殺人鬼。その娘は常に死の中を生きてきた。自身の泣き声は悲鳴にかき消され、娘のおもちゃは大きな人形。雨に濡れ憂鬱に浸る両親を見て、彼女は何かを学んだ。何かを学ばなければ劣悪環境の中で生きていくことはなかったのだろう。そして学んだ何か無意識のうちに早々と牙を剥く。最初の矛先は彼女の両親。突然のことだった。何の前触れもなく死体の山を燃やすついでに自分も燃やした。そして彼女は幼くして孤児となる。次の家はその町唯一の大きな孤児院。入った当初は普通の少女として友達と遊び、よく食べ、よく寝て、健やかな毎日を過ごしていた。何かしたわけではない。するつもりもなかった。友達を中心に広がった狂気はやがて個人全体を巻き込み、施設にいた全員が死んだ。彼女はただ見ていただけ。心当たりがあるとすれば、お菓子を分けてほしいとねだったこと。私もおやつが食べたいのお願い。それを聞いた途端、友達は持っていたフォークを他の子の眼球に突き刺し、全員のお菓子を奪って彼女に渡した。その事件の後、新しい父親ができた。個人とよく来ていた気弱な男。最初の親とは対照的な、町に似合わぬ優しい男だった。彼女は父親が好きだったが、彼女の行為とは関係なし、何かが牙を剥く。彼女が中学卒業を間近に控えていた頃、春を迎える前に父はこの世を去った。彼女は落ち込んだ。原因は明らかに自分にあるというあるということを彼女は自覚した。そして自分の何が人を狂わせているのかは分からなかった。それが彼女をひどく悩ませている。ひっそり行われた父の葬式で彼女は父の友人と出会った。君の父とは最近まで付き合いがあったんだ。彼は父が変わる前から変わった後で交友関係も続けていた。唯一の人物、彼は父を変えてしまった何かが彼女にあると察していた。二人は親子として共に暮らす道を選ぶ。彼女の何かについて解明する。そうして始まった洗脳に対する研究は次第に多くの人を巻き込み、町全体を混沌へと陥れるものとなる。研究を進める二人は無意識のうちに洗脳にかかっていた。彼女は経験を語り、男は記録をまとめ、自己解釈を交え本に出す。ルールにのっとって執筆された本は大勢の人間に影響を与えた。本を読んだ男はうーんやろうとなり、本を読んだ女は鬼となり、本を読んだ男は神となり、本を読んだ人々は永遠となった。ただいまパパ。おかえり焼き、楽しかったかい？うん、とっても。みんなパパのことが好きなのね。たくさんお話できて楽しかった。あの施設も昔と変わってなかったし。
そう、それは良かった。でも私そろそろ他のところにも行ってみたいな。他？この街の外、テレビでしか見たことがないから。ああ、そういえば秋はこっから出たことがなかったんだ。行こうか二人で。うん、お願い、連れて行ってパパ。はあ、なるほど。で、この後何かできんの？この後何かできんの？っていうことでいいのかな？そう、冷静に考えたらこれ殺人鬼の街ってタイトルなんだよね。そういうことなんだよね。うん、完全にこのタイトルを忘れてたけど。なるほど。完全に、わかんなかったわ。途中まで。関連性があるものだと。なんかそれぞれが独立した話なのかと思ってたけど、この殺人鬼の街ってタイトルで、なんかしらこの悲惨というか、なんか狂ったような事件が起きててっていう。その話をなんかこう、してるのかなと。この、よくわからない女性がって思ってたけど、最終的にこの女性自身がそのアキって名前 その殺人鬼で育てられた、洗脳を覚えた女の子だったっていうことなんだよね。なるほど。いやー、ちょっと時間ずいぶんかかったけど面白かったわ。うん、やっぱあれだね、まともな思考回路してるとなかなかたどり着かないというか、まあ、結構難易度が高いゲームだったね。まあでも結構面白かったです。はい。なんかね、そう、ウミガメのスープをなんか、まあ、題材にしたというか、まあそういったゲーム俺結構好きなんで、なかなか楽しめましたね。っていうところでいいのかな。なんかエンディングとかあんのかなと思ったけど、特にないみたいなんで、はい。まあとりあえず今回はここで終わろうかなと思います。長時間のご視聴ありがとうございました。はい。ね、同封されているファイルの中に、攻略が書かれてるテキストファイルがあるんだけど、なんかそれ曰くね、この資料、左上の資料のところから、諦めた刑事、諦めた男だっけのところがね、変わってて、殺人鬼の街になってるって。で、これを開くと、エンドロールが流れるらしい。はい。まあ、ちょっとね、あのまま終わってもよかったんだけど、まあ、実況動画のね、まあ、都合上、やっぱね、クレジットちゃんと流さないとダメみたいなところあるから、ちょっとそこは、はい、皆さんも最後は見ててくれればなと思います。はい。殺人鬼の街。街の人々は死んだ。街の人々が死んだ。街の人々が殺した。街の人々が、まあ、ここは一緒だね。元凶を捕まえることは重要なことだ。だがな、取り返しがつかないか、段階にまで来てる気がするんだよ。見てわかるだろ、町はすっかり変わっちまった。いつ隣の人間が人を殺しに来るのかわからない。何の前触れもなしに狂っちまったんだ。優しかった友人が、真面目な警官が、優秀だった外科医が、次の瞬間には武器を手に襲いかかってくる。狂気は伝染する。奴らは、すべての元凶は、小さな石を池の真ん中に投げ入れた。今俺たちが見ているのは、すべてその波紋さ。橋まで行って戻ってきて、波と波がぶつかり合ってぐちゃぐちゃになってる。今ではもう、町の全員が悪い。ここは、殺人鬼の町だ。深追いしすぎるね。俺は疲れた。もう寝ることにするよ。先輩は振り子のように大きく体を前へ揺らし、夜の街に眠り落ちた。でもあの二人はこの街から出てってしまったからね。またここじゃない別のどこかでこういった悲劇が繰り返されるんだろうね。まあ喋りたいことはね、この
いやなんかエンドロール中に喋りたかったんだけど、できればこういう感じでちょっとカットを入れる前のところで、まあ喋りたいこと喋り尽くしちゃったんで、まああとははいこのままエンディング終わるまで、あ終わるわすぐ終わるわ。まあ再三言いますけど、俺こういった水平思考型のゲームすごく好きなんで、まあ、非常にね、楽しく遊ぶことができましたと。またねこういったゲームまた作者さんがね出してくれればいいんですけども、まあ、その時はまた楽しんでやらせていただくんで、ぜひとも、できれば作っていただきたい限りですけども、なんかねやっぱねここ最近というか、まあちょっと俺も興味が出始めたんでいろいろ調べるようになったんだけど、こういった、まあ、なんかウミガメのスープ的な感じのゲームってね結構ネット漁ってるとね割と出てくるようになったんだよねっていう感じなんで、まあ、このイエスノーで答えるタイプ、あとは自分でこう推理していくっていうゲームね、まあ、やってみて非常に面白いんでね、ぜひこれを機に興味を持った方はいろいろとねこう探してやって楽しんでいただければなというふうにはい思いました。非常にね面白いので、ちょっと見てる分には面白いのかちょっとよくわかんないけどまあやる分にはね、非常に面白いゲームですので、まあもし興味を持った方は、その世界に足を踏み入れてもらえればなというふうに思います。まあ、ちょっと最後不況のようになってしまいましたけどはい、殺人鬼の街実況でした。お疲れ様でした。